オッケー。ワード2019年の2月の2日、0時25分です。おはようございます。おはようございます。ていうか、なんか最近さ、近藤組長と AF 付き合ってんじゃん、うん、AF も熊出てきてない。やばいね。うん、行っちゃってるね。うん、大丈夫かと。捕まるわ。捕まるね。サブはやめられないという教科書のようなお手本のような配信だな、うん、人間をやめてしまった人です。うん、湯船何時間も浸かりながら俺はシャブやってねえよっていう配信超面白かった。決まりすぎだわっていう。お前何時間風呂入っとんじゃんっていう。なんか配信会がどんどん高年齢化してるよね。もうおっさんしかいなくない。やばいでしょこれ。若い人はね、他のサイトがあるらしい。雑談界隈のこのおっさんたちのたまり場感すごいよね。ニコ生からなだれ込んできた、おっさんたちが。全然行けてない、リスナーのおっさんだから。リスナーもそうなんだよ、年齢層高いんだよね、結構ね、飲んじゃうに怖いって言われた。俺はめちゃめちゃこの髪型しっくりきてんだけど、怖い、飲んじゃう嫌だって。怖いよ、ヤクザとか言われてる、うん、やこんなヤクザいねえよな。ヤンキーじゃ、ヤンキー、ヤンキーはヤンキーかもしれない。俺はでもこれバンドやってた時のノリだから、うん、なんか別にバンドマンって感じなんだけどね、俺的にはね。なんなんだろうな、なんでこれこんなんなんだろう。曇るとかね、傷、うん、フレアが出ちゃうんだよね。
ちょっと離れる。うん、なんでゴミ捨てたんだよな。いやでも12時間ぐらいいるぜ。トムソーヤ池上見て配信やってたんだ。あのね、最近見てないと思ったけど。あのね、記事おすすめ記事。以上なんで配信。ああ。1ヶ月ぐらい。なるほどね。いた。うん。ほんで最近復活したんだ。そう。今月復活したんだって。誰も知らないっていうのがいいよね。したんだってっていうのが。なんかキツネ枠で、うん、なんかアイテム飛ばさなかったで喋った人はブロックしていくみたいな配信をして、うん、おすすめ規制になってたって。もう一回言って。ん？もう一回言って。あのね、キツネ枠にして、うん、アイテムくれなかった、うん、くれないでコメントした人は、うん、ブロックしていくっていう配信をねしてたって。おー、そしたら、うん、おすすめ規制になった。あー、この池プライドが高くなかったら全然拾い上げて、コラボで拾い上げたいんだけど、うん、トム池ってどんなに大手でも受話切らないっていうのとか、そのなんつうの、なんつうの、暗黙の了解みたいなのあるじゃん、うん、配信者同士のそれをぶち破っていくから、うん、拾いようがないんだよね、拾い上げようが。あ、なんかね、喧嘩しても絶対謝らない。そうそうそう、プライドめっちゃ高いから、だからそこがなければね、噛みやすいんだけど、まあだから難しいよな、この世界な、うん、意外と縦社会だからね、うん、意外とっつうか思いっきりだよね。いや、買った分でも断ったらしい。マジで？マジで？断ったっていうか、バックレッシェで山本さんに連絡入れてない。マジで言ってんの？山本さんに超世話になってるわけじゃん、知ってる？だってキャスバー一日店長とか全部山本さん系なわけなで、あいこちゃん考えられないでしょ。うん、で、あいこちゃんに、うん、なんて山本さんにいいねよってコメントで、うん、ロフに言われたんだけど、うん、行かないって。マジか。で、明日も、うん、なんか YouTuber に行こうよって、うん、あいこちゃんが誘ったのに、うん、行かないとか言って。マジで、うん、だからもう、なんだろう、金梅さんと同格のレベルなんでしょ、うん、だからよっさんとかと。すげえよな、すげえよな。もうなんか誰とも絡まないみたいな感じになっちゃう。塞ぎ込んでるじゃん、うん、多分俺のせいでしょ。この前の忘年会ばっくれたから俺のせいもあると思うそれ。違うかな。まあもともとあるんだろうな。いろんな人と喧嘩してるんだよね。いや、プライド高いもんなって。アグリンとも喧嘩してて。うん。だって SY っていう人。うん。こんばんは。喧嘩してて。すげえな。こんばんは。うん。すごいね、それね。うん、もったいないよね、逸材なのに、うん、割り切って。だからどこをキャラクターとさ、その求めてるものがずれすぎてるんだろうな、多分な。リスナーが求めてるものと本人が求めてるものが違いすぎるんだよ。あ、それが面白いんだけど、うん、多分そこ評価されないところだよね、うん、もったいないけど誰も気づかないでしょ、そんなのだって、うん。でも雑談はやっぱ男強いよね。女の人はグラ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 する、恋愛要素絡むから、うん、男がやっぱ安定的に順位高いね。てか FX 系が伸びてんだよね、うんうん、初見さんこんばんは。いや、こんなのめんどくさい、うん、
こんな初見だから何なんだよ偉そうに。アイテムありがとう。どうせあれだろ、メンヘラババアだろ、うん、そのうち洗濯物畳んでくるねとか言い出すんだからな。知ったこっちゃねえよ、そんなもん。じゃあサラダ、私はコーヒーだけでいいや。食パンさ、うん、あのパンさあれ入れといて冷蔵庫。うん、これも冷蔵庫入れといて。うん、朝食だね。朝飯って食わなくていいらしいよ。本当？うん。え、脳に悪いって言うの？あのね。甘いの食べた方がいい。あのね、コーヒーとか、うん、なんだろう。あの例えば西洋人とかでパン1個とか、うん、コーヒーだけ飲むとかそういうのはいいんだって。味噌汁とかいや、うん、軽く食べるのはいいんだって、うん、それは脳を起こすためであって、うん、そのエネルギー補給はいらないらしい、うん、その結構勉強したんだよね、あのブレックファーストが必要なのかっていう。まあ俺にとって朝飯だけど、のんちゃん晩飯だもんね。晩飯と昼飯はがっつり食べないとダメなんだけど、俺は2食だからね。朝コーヒーがあればいい。脳をリセットするためだけに食べればいいって。がっつり食べる必要性はないんだって。食べれないんだ。俺も食べれない派かな。朝お腹空いて起きちゃう。最近食い物すげえ味覚鋭敏だよ。マック食えないもん、シェイクも残したもん半分。どんどん痩せてくよ。まあ俺定期的に痩せたり太ったりするから、多分痩せるモードに入ってるんだろうけど、いやリバウンドするからね、うん、俺の場合すぐブクブク太るから。リスワンプレミアムヨッサンが取るのか、誰が取るんだろう。えっていうか善逸さん2000人集めてるけど、何これ、うん、で善逸さん300人前後だよね普段、うん、なにこれ、なんで2000人も増えてんだ。特に通常配信だな。なんだろう、ブレイクしちゃおうかな。なんだろう、何が当たるかわかんねえかんな、ほんと、うん、マジ FX なんかさ、100人集まるぐらいのコンテンツだったのにすごいよね最近。しんごさん FX 始めりゃいいんだよ、この流れ乗っかって。しんごさんもともと強いんだから、うん、FX慎吾さんの FX ね、面白いよね、うん、で、ヨシエを発狂させればいいんだ。どんどん出てけーっつって
やあれ面白いよね。なんか FX とかで金儲けたいとか若い頃あったんだけど、うん、なんか FX 配信者見てたらなんか全然楽しそうじゃなくて、うん、なえちゃったんだよね。なんか金だけ儲けようと思ってもダメだなと思ったね、うん、時代じゃない。仮想通貨今儲かるわけないじゃん。だからそれ仮想通貨やってる人にも説明してるんだけど、もう洗脳されちゃってるから。例えばなんだけど、仮想通貨がなんでダメなのかっていうと、あれただのバブルなのね。でなんでかっていうと簡単で、仮想通貨でトレードしてる人は周りにいっぱいいるでしょ。だけど仮想通貨で買い物してる人は一人もいないんだって。それって投機っていうのね。だからダメなんだよ。実体がないものに対してバブルが起こってるだけなの。だから儲かる人は儲かるんだよ。仮想通貨とかそういうそのお金だけ、マネーゲームなの、ただの。あ、確かに大金でやってないね。ニコ生とかね、5億儲けたとかいたけどね。市場が小さすぎるんだって。だって仮想通貨海外で流行ってるとか言ってたけど、実態はあれほとんど日本人なんだよ。あれ中国で流行ってるとかどうのこうのとか言ってたけど、あれ仮想通貨を保有してるほとんどが日本人の。ていうかね、仮想通貨バブルが起こる前に仮想通貨仕掛けた人が知り合いにいて話聞いたんだけど、もう詐欺だって本人が言ってたもん。いや、超でかいあの会社なんだけど、何億っつったっけな、数十億円分の当時 0. 何円とかをがっつり仕入れてたんだけど、もうね、世の中って仕掛ける人と仕掛けられる人に分かれるから、すげえとんでもない大金持ちなんだけど、そういうなんか本当のそのなんて言うんだろう、指定ができる人とかと繋がったことがないんだよ多分。放送を見てる人とかって、むしろ放送でやってる情報とかって末端の情報だから、本当の金持ち見ると面白いよ。世の中の流れ全然違うことが起こってるから。だから勝つ人は先行者ばっかりで、先行者利益取らないとダメ。やべ、腹筋がやばい。腹筋100回やれって言われたドルさんに。100回だ。50を2セット、もう腹筋がおかしい。できた？できなかった。75回だね。75回、それでダメだったね。前に付き合ってた人が仮想通貨バカだった。私は魅力がわからなかった。なんかね、男ってアホだから、金さえつかめば幸せになれると思ってんだよ、アホだから。でもそれって現実見れてなくて、金がないやつのその妄想なんだよね。金がないから俺は不幸せなんだって思い込んでるの。だから金つかんだことないからそういう発想になるから、俺嫌いなんだよ、その金追いかけてるバカ。金にコンプレックスあるだけなんだもん。金があったら彼女できると思ってんの。収入がいくら増えても幸せになれないよ。ペコえ？
飯くれって言ってた、ベコン。あー、友達に手出すなって言ったのに800万とかした。いやー、だから世の中ってね、バカな人が結局、いや、結局賢い人に、あの、金が回るようにうまくできてるんだよね。いや、別に手出すなとは言わないけど、俺は。ただ現実見ないとダメだよっていう。あの、金持ちの先輩から教えてもらったのが、その、情報は上流から下流に流れるっていうのをよく覚えとけって。だからビジネスって何をやるかじゃなくて、ほとんど誰と付き合ってるかによって、もう、変わるんだよって。そう、自分の周りに誰がいるのかによって、もう情報の流れが全然違うからって。例えばネットとかで手に入れる情報ってもう下流も下流なわけよ。だってみんながタダで手に入る情報を知るわけじゃん。ネットの情報って。儲かるわけがないんだよ。ネットで出回ってるニュースとか。終わったコンテンツなんだよ、だから。これからブレイクすることはないと思う。いや、認知度なんだよね。虚言癖クソ野郎だったんだ。誰も知らない情報を握ってるんだったらまだ納得できるかな、俺は。もうとことん資本主義やったからね、若い時に。六本木ヒルズの最上階も見てきたし、上場企業の社長から話も聞いたし、実際会って講演会とかやってたから。上場企業の社長と飯食ったこととかないでしょ、みんな。全然考え方違うよ。もうね、10年単位とかで、あの、単発で億稼ごうとするの、貧乏人って。もう仕掛け方が違う、ああいう上場企業の人とか。もう、本当に、10年、20年かけて、100億手に入れる方法みたいな、そういう考え方だから。全然仕掛け方のレベルが違う。だからその企業単位でもう張り方が50個ぐらい会社持ってんのよ。で3つぐらいうまくいったらいいなみたいな、3つぐらいうまくいったらいいなーなんていう考え方だよ、あの人たちは。バカナイス。もちろんもちろん確率でいるっていうのは認めるよ。 FX で送り人になった人はいるっていうのを否定はしてないよ、うん。そう、髪の毛とヒゲを金にした。なんて読むんだろうね、うん、おしとやか、おしとやかって読むのかな。女性らしい。潜んないで絡んでよ。お疲れ様。すげえぶったたかれたよ。超へこむんだけど。なんで俺だけあんな言われないといけないんだよな。きつい中ですげえぶったたあれなんだけど。超ムカついたよ。まあいいんだけどね、分かる人に分かってもらえればさ。ありがとねって、辰彦安心したよとか、辰彦からも連絡来たよ、うん、昨日ごめんなさいって辰から、うん、昨日申し訳ありませんでしたって。辰彦優しすぎんだよ。そう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 、要は天国か地獄の時点で大負けする人と大勝ちする人はいるのわかんので、俺 FX は別に否定はしてないの、うん。あ、キツネ枠、うん、まあいいんだけど、その配信つけんなっていう意見もあると思うけど、ただ
俺配信つけるなって言っていい人って配信に関わってない人だと思うの。一般人だったら言っていいと思うよ。配信を見てさ、配信つけんなよっていうのは俺違うと思うよ。達彦が死にかけてる時に動きもしないやつにそんなこと言われたくないよ。だったら見なきゃいいんだから。そうそう、キャスの便所さんのところではよくやったでしょ。だからさ、結局弱いもん叩きをしてるやつ嫌いなんだよ俺。うん、便所さんには言わないじゃん。でもランさんには言わないでしょそれを。いやだからただのヘイトでしょ、ヘイトスピーチでしょ。いやだから結局その関係ないんだって。叩けりゃ何でもいいっていう根性なんだよ。何をやってるか見てくれる人っていうのは少ない。動かなかったら動かなかったで叩くし、動いたら動いたで叩くんだから、何でも叩くんだ。リスワン狙いで、ああ移動す、帰ってきてるね、帰ってきてる帰ってきてる。金の猛者たちが、いや俺今回のフワッチは最高にいいと思うよ、最高にいいと思う。俺は迷惑かけていい派だっけどね。なんだろうこれ、ストロベリーありがとう。 なんだチョコじゃない、チョコ、チョコ、チョコありがとう。なんのアイテムだこれ、ありがとうチョコ。なんか新しいアイテム出てんだ、バレンタインか。うん、チョコありがとう、ありがとう。あ、残り3分なんでアイテムお願いします。花火20発がちょっと僕の生活費日当の目的なんで、ちょっと3分間だけこじらせてください。もしよかったらアイテムお願いします。ご支援よろしくお願いします。先月ね、言わなかったんだけどアイテムくださいって。もうぐ、もうひどかった。先月はもうやばいよ、食えないよ。ごめんね、こじらせて。ありがとう、マキルバーガーありがとう。30分に1回言うから、その時お気持ち投げてくれると嬉しいです。バーガー10個ありがとう。本当に言わないともらえないっていうの辛いよな。まあそういうもんだから割り切るしかねえよな。言いたかないけど。生活かかってくからさ。皆さんご支援よろしくお願いします。本当に止まっちゃうからね。何が？本当に止まって払えなくなったらさ、うん、困るからね。うん、企画か。あ、チョコだ、チョコ、チョコ。あ、ありがとう三山さん、チョコありがとう。企画か。あ、カオスと俺タイに行こうって誘われたんだよね。ダメ？ちょっと行ってきたら1週間ぐらい。いいけど、うん、パスポートとかある？パスポートとかをそのキートスでやろうかなと思って、うん、今回の運営200万正解だと思う。1500万だよトータルばらまくのは。俺はなんかいいやり方だなと思った。システム変えられない中でうまく大きく出たなと思って。まあ俺には関係ないけど、俺爆投げしないから。でもまあ外国怖いから。タイはそんな初級レベルでしょ。初級レベル。タイは全然、だって仏教国だし、俺行ったことあるけど全然治安いいよ。本当？うん。タイは全然治安いい。危なくない？危なくない。タイは。日本の方が危ないぐらいな、歌舞伎町とかの方が。メキシコとか危ないだろうけどね。タイは全然だよ。むしろ親日国だし、あそこは。うん、いや旅に目的はないよ。社会科見学。そう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 。遊びだよ。
目的があったら旅じゃないからね。写真撮っても殺されない？殺されないよ。韓国の夜のクラブ、ヨーダじゃありません。アンチコメ書いてくるよ。こんな構わなくていい、卑怯者だから。こんな のんちゃんは海外には行かないのだ。のんちゃんはシャアちゃんとペコちゃんのお世話をする。お留守番ね。中国も危ないの？中国は危ないだろうね、ちょっと場所によるだろうけど。俺は有能だと思うね。まあ税金対策でしょ。儲かった分をあの配信者に還元しようっていう。まあ俺には関係ないけど。でもまあふわっちが盛り上がればやっぱり俺は嬉しいから、これはありだと思うけど。いやていうかさ、のんちゃんさ、うん、T シャツのデザインのことを打ち合わせしたかったんだけど、いい？のんちゃんできない。出た、のんちゃんできない病。できるって。できない仕事は俺振らないから。思い浮かばない。俺が思い浮かんだのをそうかやればいい。だってワドさんかっこいいの作れるじゃん。書けないんだよね。こういうの作れるじゃん、ほら。それはさ、あの、うん、でもさ、あくまでこれグッズって感じじゃん。俺の匂いがする。俺の匂いを消してデザインしたいんだよね。難しい。あ、いいえ、俺が頭の中にあるものだから。水ポカリ作ってくるね。うん、薄めでいい。少し薄めぐらい。彼女セックスしてないよ全然。味見して、そんなに濃くない、濃すぎなければいいよ。超ドキュンかな。俺結構気に入る。超ドキュンって言い方やめてよ。超ドキュンに見える。のんちゃんと同じこと言ってる。ヤクザじゃんとか言ってる。ヤクザでこんなのいないでしょっつって。え、超ドキュンに見える。マジで俺すげえしっくりきてんだけど。マジか。年齢上の人は結構嫌がるね、この髪の色。俺はすげえなんか懐かしい感じなんだけど。そっか。超ドキュン言い方よ。
そうだけんか。薄めてじゃん。すごい多くなっちゃったけど、なんで薄く作れっつって濃くなっちゃうのかが分かんねえ。あんだけ言ったのに、どんだけポンコツなんだよ。ああ、中2は中2だよね。もうこういうのとかも。中学2年生の、自分を追いかけてるから。確かに中2病だよね。昔からだよ。うん、中2病でいいじゃん。だって、ポカチの味を忘れてしまったから。忘れちゃった？でけえな。ありがとう。結構濃くねえか、これ。色、濃くねえか、これ。キピー。濃い？ちょっと濃いな、俺からすると。ありがとう。ケピーありがとう。カルピス。俺はでも黒よりもこっちの方がなんかしっくりきてるね、自分の中では。じゃもっと白くしたことあるよ、それは。うん、でもね、あんまりやりすぎると、これでもやりすぎぐらいで、あの色が抜けるの早いんだよね。これがギリギリだね。俺もあるよ、真っ白、もうリカちゃん人形みたいにバッサバサになるよね。うんうん、ありがとう。あ、最初のんちゃんグレーにしてたね。うん。一回そんぐらい抜いてグレーにしてたの、のんちゃん。最終的にはブルーにしようかなと思ってるけどね。ドキュンっぽくはなくなるよ。なんかさ、うん、暗い色にグレーっぽい。おしゃれ系は嫌いなんだよね、なんか。生きってるみたいじゃん。魔法使いみたいになりたい。ワックスは使ったことほとんどないね。これジェルだね、ガキの頃から。お疲れ、アイテムありがとう。赤ちょっと似合ってなかったかもね。黒に差し色で赤とかだったら良かったかもしんないけど、全部赤はちょっとなかったね。暗い赤がいいんだよね、結構明るい赤だったから。夏彦もったいねえよな。いや俺ねえ、過疎生主特有っていうのがよく分かった今回。そのだって1万人いてたんでしょあれ、昨日。
辰彦の件、なのに出てこなかったの、うん、あそこで出たらさめちゃめちゃブレイクしたわけじゃん。だからね結局チャンス逃すんだよね。ピンチはチャンスって本当思うんだけど、それを活かせるか活かせないかでね、やっぱ配信者向いてるか向いてないかだよね。さらけ出せるか勝負なんだよね。思わない？みんなも。あれ辰彦は絶対出てくる流れじゃん。辰彦から連絡あったよ。ブレイクその前から兆候はあったんだけど、完全に決め手になったのはロハコさんだね。もうなんつうの、和道イコールあれみたいな。その前から結構ちょいちょい来てはいたんだけど、まだ弱くて。完全にブレイクしたのはロハコさんとキスしたくだり。生きてた生きてた。まああれ決定だね。あれだって自分で見ても笑っちゃうもんな、あのくだりはね。あれ面白いよね。あれガチだと思ってたもん最初。あ、のんちゃんそうだったの。ずっと騙されてた。あれはもう本当に、あ、もうここは、これは面白いと思って悪乗りしまくってたね。あ、マジで参ってるんだろうけど、逆に言ったら参ってるよ、みんな。そこを面白おかしくネタにできるかが結構キーなんだよ。そう。うん。あ、そうなんだ。具合悪くないよ。辰彦は自殺配信とかなんかほのめかすこと言ってて、で昨日便所さんがその捨て子の選手が自殺したかもっていう枠やって、いや書けないとダメだよね。いやもう来ないと思うよ。あんだけ1万人が見るようなのは来ないから、辰彦はすげえ大きなものを逃したと思う。だからね、ピンチの時に来るんだよ、そういうチャンスって。ピンチの時に来るんだね。不正受給で通報されて打ち切られたことなんか一回もないけど、俺。バカだろ。にわかすぎるだろ。そんなこと一回もないけど、俺。自分から辞めたんだけど。あ、橋本とひろゆきのトークでね、俺の話題出されたね。橋本さんの番組出たけどね。っていうかにわかすぎよお前、何にも分かってない、ね、情報が違いすぎる。そうピンチのままだったね。なんで自分、いや稼ぎが普通に多くなったから、俺は生活保護抜けたかったから、ふわち来ても稼げてたから。あとそのあれがあったんだよ、映画作業所で働いてる給料もあったから、もう普通にだから早めに辞めたいって言って。本当は2ヶ月3ヶ月プロセスがあるのね、やめるまで。で全部は、はしょいでもらったの、パーンって。うん、あ、こんばんは、よろしく。生活保護やだよ。13万で都内で生活なんかできないよ。偉いとかじゃなくて普通に嫌だよ。ちょっともったいなかったよね。裁判所から返還請求なんか来てないけど。だからお前さ、にわかのくせにさ、なんか雑談たぬきかなんかの噂話信じてるだけでしょ。そんな事実は何もないから。聞きかじりくん、聞きかじりくんだよね、完全に。聞きかじり虫、そういるんだよこういうやつ、うん、嘘なんかついてないけど、全部本当のことだけど、お前が嘘ついてんだよ。お前が聞きかじる虫はソースが出せない。そうそうそう、こっちは全部ね、全部放送に載せてやってるわけだから、うん、そう、国から請求があったら本当にどんなことがあっても逃げられない。ひかじりの意味もわかんねえのかよ。やばいな、ほんとに。
よくそれで生きていけるよ。ああどうも、みとろさんありがとう。期限が3ヶ月って何？申請は出してすぐ受理される。だからね、生活保護は受理されないことってないの。大体水際作戦であなたは受けられませんよとか嘘つかれて返されるの。あのね、簡単なの。申請書を持って机にボンと置いて申請しましたからねって言ったら、役所人間は書類破棄できないから紙を書かない。多くの人は紙書いたら憲法上保障されてるから絶対動くから、そこで審査をした上で本当に貧乏だったら絶対通る。っていうかほとんどの人通ると思うよ。生活保護を受けたいって言ってる人で申請に、窓口に行くような人は全員受かると思う。受かるっていう言い方変だけど。ありがとう。もしよかったらフォローして。いや、普通に考えてさ、役所に行って生活保護欲しいっていうぐらい困窮してるんだから、そんな金に余裕あるやつそんなことしないでしょ。絶対通るよ。まあ条件に満たしてないけどはそうだけど、人の話聞いてた？ね、受付の人には判断する権限ないのに申請書もらえなくて簡単に通らない。申請書をもらうっていう概念が分かんないの。だから相談に来たんですねっつって2時間ぐらい相談してあなたは働けますとか言って返されちゃうのよ。嘘をつかれんの。それ水際作戦って言うんだけど、要は書類さえ出したら絶対大丈夫。申請書を書きに来ました、相談はいりませんって言えないの。でも相当勉強したよ。っていうかね、あの、もしくは、その場で申請書もらわないで、共産党のページとかに申請書がもう PDF で落ちてるから、書いて持ってきゃいいんだよ。うん。書いて持ってったら絶対通るから。うん、俺、マー君のバーで働いてないけど。マー君のバーで働いてないし、ツイッターで口座番号を載せて直引きしててって、ツイッターに口座番号載せてたところ、俺放送に載せてたから口座番号。だからお前にわかすぎるんだって。全部みんな見てるのにお前は見てないからわかんないんだって。また聞きだから、認めるも何もないよ。お前が間違ってんだから。配信会で勝ち組じゃないでしょ俺。全然そんなことないと思うよ。むしろ負け組だろ。配信会で雇われてないもん俺。雇用関係なんかないよ。金だけじゃないよ。何金だけじゃないって。いやどうなんだろう、うだつ上がってない方だと思うけどな。あんまり自分のこと客観的に見れないからね。金だけではない。閲覧もでもそんなないじゃん。閲覧もなければ人気もないと思うけどな。どうなんだろう。そんなにうまくいってない。いつももがいてる感じだと思うけど。あ、濃いリスナーはいるのは強みだね。確かにね、人には恵まれてるね。リスナーさんがすごく強いね。うちは力ある人多いし、それは本当にそう思う。人の運は半端じゃなくいいんだよね。出会う人出会う人、すごい人ばっかりだから、それはある。確かに。
うわ、サムネ悪い人が映ってる。いや、悪い人じゃないって。金髪似合ってる。いらっしゃい。俺は気に入ってんだけど、のんちゃんはもう気に入んないみたいよ。怖いって。怖い？うん、なんで？怖い。やめてよ、そんな怖いかな。金髪イコール怖いってめちゃくちゃ不評だよ、うん、めちゃくちゃ不評。かっこいい、ありがとう。金髪似合う、メゾドルさん、ありがとう、うん、慣れた。いや、俺ね、現場でも言われるんだよね。和藤さん、カメラ撮ってる時なんか AV 監督みたいな口調になりますよねっつって、すげえ笑われたの。なんか AV みたいっすよって言われた、うん、AVAV、 AV 監督っぽい。この枝豆は飲んじゃうブロックする。いいよいいよ、今のいいね、今のいいよみたいな。カサカサ、あ、今のいいよ、カサカサみたいな。ちょっとそうそうみたいな。そんな感じ、うん、エロい。ありがとう、黄色い千円ありがとう。意図的にっつうか、もう経験がないから普通にやってる感じだね。俺は普通にやってるつもりなんだけど、旗から見ると AV 系の監督にしか見えないって言われる。うん、のんちゃんは染めないね。のんちゃん髪だいぶ伸びたね。切らないの？切る。だいぶ伸びたよ。この辺までだった。ね。伸ばすの。でも結べた方が便利だ。うん。絵とか描いてた時とか。わかんない。絵描かないから俺。うん、あ、銀とかね。いいね、銀。そうだね、自由業の特権だね、本当に。厳しいもんね、働いてたら、勤めてたらできないよね。確かに。ねえ、のんちゃん黒似合うね。
見てたらしたくなった。金髪に、いい年こいて金髪になるような生き方はダメだよ。普通にまと真面目に働いてるのが一番偉い。Tシャツこれ1枚、年金免除の紙が届いた。あ、わかんねえな。うん、のんちゃん1枚しか持ってない。うん、はい、わこつアグリ。あ、残り3分なんで、皆さんもしよかったら支援よろしくお願いします。お気持ちアイテムいただけると助かります。うわ、アグリンだ。アグリンよく来るよ。うん、うん、アグリンどこにでもいるからアイテムご支援お願いします。レア T シャツだからね、これは。うん、レアだよ。スティゴロ T シャツ。ありがとう、花火ありがとう、特命さん、ドンチキー、花火ありがとう、ありがとうございます。あ、年金免除の仕組み変わったんだ。ありがとう。本日一発目でございます。ありがとうございます。ありがとう、サンキューです。チョコありがとう、チョコありがとう、サンキューです。チョコありがとう。チョコ、うん、本当だ、ショコラ。なんで俺の方反映されないんだろうね。ありがとう、アイテムありがとう、チョコサンキューです。次の T シャツどうしようかな。次の T シャツは、わあ、ありがとう、メッセージカード。なんだこれ、あの、え、これなんだろう。メッセージカード、このコメントはあなたには見えませんって書いてある、うん、え、どう、あ、こういうことができるんだ。ありがとう、いつもありがとう、ありがとう。あ、俺しか見えないんだ。ありがとうね。こういうことができるんだ。すごい。ありがとうございます。こちらこそありがとう。っていうか、なんかバグってて誰が誰だかわかんねえな。
リア充、リア充かな、どうだろう、リア充、リア充ではなくねえか、充実してるように見える、常に配信だから、そう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 。ただのなんか部屋に引きこもってるニートとかそんな感じにしか見えないけどな、客観的にはリア充ではないと思うよ。女の子女の子って言われちゃう、ね、なんちゃんコメント打って、よく言ってくれる人はいい人だよ。うん、ダブで洗ったからね。ダブの方が良くない？この前のやつすげえ良くなかったんだけど、すべすべ俺すげえ苦手だった、なんか、ベトベトだった、ちょっとベそ なんか残るんだよね。あもあもちゃんだ、あもちゃんいいの、うん、あもちゃん最近コメント書いてくんないんだ。浮気してんだよ、浮気。あもあもちゃんどっかで潜んで見てる、なんかね、お気に入りの他の人が見つかっちゃったんだよ。あもちゃん浮気だよ、浮気。あ、そうなんだ。ああ、よかったじゃん。入院してたの大変だったんだ。旦那さんに浮気だったら浮気じゃないね。大変だったね、アモちゃん。
お父さんね。あ、そっか、結婚してるんだ。そう、独身だった。仲間だ。ん？何だった？アモちゃん。アモさん。なんだっけ、ドレさんの枠にアモちゃんが初登場したとき、なんて呼ばれてたんだっけ？知ってる？知らない。知らない？うん、なんか、もう結婚しろとか書かれてて、すっげー笑ったんだよ。なんて言われてたんだっけ、アモちゃん。芸能人で。なんかすげー書かれてて。もうお似合いとかずっとね、うん、書かれてて面白かったんだよ。そう、なんか鍋かなんか奢ってたのかな。うーん、面白かったな。頑張ってください。本当カマチョ、こいつ本当カマチョだよね。なんかもうおめめしいじゃん。なんか、うん、何なんだろうね。なんかさ、もういいです、寝ますとか言ってずっとロムって見てるのとか、もう本当めめしいなとか思うもん、ね。面白くないコメント書いたら拾われないから普通に。うんうん、ああ、いやアモちゃんど天然だよ。そうなんだよね。天然の人って自分が天然じゃないと思い込んでるからね。客観的に結構見れないもんだよね。すげえわかる。だからね、結構ね、動画、俺ら配信者は自分がどう映ってるのか気にしながら生きてるから、わかるんだけど、普通の人ってね、自分がどういう喋り方してるかとか知らないんだよね、意外と。どういう声してるかとか。寒い。あー、腹筋痛い。うー、あー、腹筋痛ってマジで。あ、痛い痛い痛い。腹筋がやばい。腹筋100もできなかったよ、昨日。うん、腹筋が。ドレさんに腹筋100入れろって言われて。そう。まあ、ドレさんが言うのは理にかなってるから、あの人。体鍛えることに関してとか、格闘技に関しては全面的に正しいと思ってるから、あの人の理論は。今はもうトレーニング必要ないっていう、そのジムとか通ったりテクニカルなことはいらないから、走るのとダッシュは正解だから、腹筋をとにかく入れてくれって言われて、それでもう勝率が上がるっていう。まあ、ほら、ボディーブローがまず効かなくなるっていうのはわかるじゃん。あいはどっち？ボディーブロー効かなくなるでしょ。腹筋強いと。それだけじゃなくて、パンチ力が増すの。実は。腕の力とか肩の腕立てみたいなもんだとみんな思ってるじゃん。パンチ力って。違う。体幹で打つの。体幹。いや、腰とかね、ケツとかね、足の回転でパンチ力を上げるから。だから腹筋は実はね、パンチ力すごい上がるんだよ。パンチ力が。まあすごい重要ね。腕の筋肉はボクサーの人みんないらないっていうね。パンチの重さはもうなんかパンチ力ってみんな素人の人は言うけど、
背筋と腹筋両方やらないで脊髄痛めると本当に本当にそうそう。まあでもその腹筋運動の中に実は背筋鍛える運動も入ってるから。ねえワドちゃん、髪んだけど黄色するのと後にするので何が違う？ん？黄色にするのと後にするの、後で黄色に入れるかこの髪の色かってこと？これは簡単に言うと脱色をしてるんですよ。あ、治る治る、猫背は治るよ。金髪にするのと白にするの何が違う？黒い髪の毛を持ってるじゃん。外人の金髪っていうのは色素がないからこの色になってんのよ。だからなんていうのかな、色素を抜いてるの、脱色をしてこの色なのね。でここに色を入れるっていう感じかな。抜けた色にそのキューティクルっつってこうあるじゃん、そっから脱色をして色を入れるっていう。だからその色を抜かないと色が入らないじゃん、黒に色を乗せらんないじゃん、そういう感じかな。だからこれを抜いていけば抜いておくほどリカちゃん人形みたいに白くなってくるの、あの傷んだ髪、リカちゃん人形みたいにバサバサになってくる。だからリカちゃん人形に色染めんのと一緒だよ。色をねブルーにしようかなとか思ってるけど、腕はね、腕の筋肉とかパンチ力よりも何だろう、当てることが前提って感じかな。なんかさ、みんなさボクシングの試合とか見てるとさ、ヘビー級のハードパンチみたいなのをねバーンってやってドーンってやってガンみたいなイメージじゃん。でもね、体重軽いフェザー級とかその辺見てるとわかるけど、そんなパンチ打てないから。あれはあくまで腕こんな太いさ100キロ以上の人がバーンって殴るから、そのとんでもなくぶっ倒れるのよ。中軽量級でそのパンチ打てる人ってあれか、今のチャンピオンだと井岡さんとかだっけ。あれはもう本当に珍しいみたいな、世界取れるような人だから。あと変換ごめん、ご変換ね、いろいろことあの女を重ねたの。あおちゃん酔っ払ってる？どうした？楽しい格闘技みたいなら山本キッドの動画見ればいい。ああ、いや、キッドさんは天才だよ。あの人はレスリングの人なのに、当て感っていうのが存在するの。酔っ払ってんだ。当て感っていうのが存在して、パンチをきれいに早く打つみたいな技術があるじゃん。それとは別に、ぶん回してもパンチ当てる人っているの。喧嘩スタイルみたいなの。あれは当て感って言うんだけど、見てなくても、視覚で見えてなくても、相手がこっちに移動するっていうのは、頭でシュミュレーションをして当てられるの。あれは天才。もう、ごく一部。で、俺は当て感を持ってないのね。だから、下手なの。カウンターパンチとか当て感がないから、たまにいるんだよ、当て感いい人って。あれはもうほんと天性のもの。その、なんだろう。どういう風にパンチ振ったら相手がどう避けてみたいなものを脳で計算して一瞬で打てるの。で、バーンってハードパンチ当てられるっていう。キッドさんは体重軽いけど、ああいうハードパンチを当てることができる。あんなのはね、捨て頃の選手の中でそんなもん持ってる人いないよ。まあでも当て感持ってるのは本当に、そのすごいんだけどね、天性のものだから。勘が弱い分頼れるものがないっていう。なんかでも避けるのはすげえ覚えられるんだよね。そうそう、練習で養えるは養えるんだけど、天性の要素の方が大きい。あのなんだろう、いろんなスタイルがあるんだけど、例えばフットワークが強いとか。俺はもうみんなに褒められるのは避けるの上手すぎるって言われるの。なんか知んないけど、避けるのだけは上手いのね。そう。それはなんか武器だよって言われてる。あとガード、ハイガードで高いから。だからどちらかっていうと防御力高めに振ってる感じかな、ステータスは。攻撃力がなくて、防御力が異常に高いみたいな。だからね、捨て頃もね、意外と KO されてないんだよ、実は。2回負けてるけど、KO 負けじゃなくて判定負けなの、俺くらいじゃないの？ 2 試合。
ただ実はダメージ残ってないんだよね。まあそれじゃ勝てないっていうのはよく分かったけど、だから自分を守るのは得意なんだビビリだからタフではない。要はいじめられっ子だから避けるのがうまい殴られどうやったら避けられるかっていう。音声入力やってたんだ、それはダメだよ。酔っ払ってる時はろれつが回んないからね。残像ね、うん、色を抜き続けたら白になるんだよ。白っていうか、うん、なんて言えばいいんだろうな、キャリーパミュパミュっぽい少し黄色が残った白になるっていうのが。でも厳密に言う白は入れないとダメだね。白だなっていうのは入れないとダメ。黄色がどうしても残るの。この金っていうのはだから黒い髪がこの金の要素が濃くなれば濃くなるほど、だから金髪茶髪黒髪じゃん。黒を抜いていくとこの髪、これ黒の残像なのよこれは。そう、でも白くなるともうダメ、バッサバサでリカちゃん人形みたいに痛みまくってる状態だから。コキンちゃんアイテムありがとう、わたつ。いやキッドさんは天才だよ、あの人は。そう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 、カオスもね、髪の毛には良くない、地肌も。俺も今日さっきシャワー浴びたけど、ヒリ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 して痛かったもん。やけどしてる状態、ヒゲとかこの辺がかぶれてる。眉毛危ないね、あの美容師さんでも避けるから。眉毛ここでも痛かったもん、こことここは避けた、危なかった。唇荒れてるし今やめた方がいいと思う。ここもやめた方がいいよ。てか本来金髪なんかあんま良くないよ。するよ、やったことないの、アキエ金髪。すっごい痛いんだよ、頭皮がかぶれんの、やけど。だってこの前赤にした時なんかかさぶたできたもん、血が出てきて。皮膚弱いから。カラーはブルー入れるね今回。今回はブルー入れる。あ、ないんだ、金髪ないんだ。あ、そうなんだ、薬事法でダメなんだ。まあ、個人でやる分には多分いいけど、多分その美容室がやるのはダメなんじゃない。うん、ブルー1週間ぐらいこれで楽しもうと思ってるけど、しばらくは1週間2週間はブルー入れようかなって。本番では サロンではダメだね。このマリンブルーっていうの入れようと思ってる。この色、これくらい発色の強い色入れる。このブルー、そりゃそうだよ、だって色素をさ、髪の毛溶かして色素抜く作業だもん。うん、こんばんは。これだね、この色。マニパニは使わないかな、俺あんまり好きじゃないマニパニは。来い来い来い、こんな感じになるんだ。カラーパターンも使わないね。こんな感じになるんだと思う。あー、レッドこんな感じにしたかったな。黒とレッドかっこいいね。やっぱあのまだらにこれだったらかっこよかったな。黒と赤、これにする？赤と黒でこういうイメージだったんだよ。
あ、やっぱ黒と赤はかっこいいな。これかっこいいよね。黒と赤にする。めちゃくちゃかっこいい。黒赤かっこいいね。いや、まだらいいね。うわ、黒赤めっちゃかっこいいわ。え、のんちゃん、これはどう？これめっちゃかっこよくない？難しい。メッシュ難しい。メッシュ難しいんだよね。まだらな黒赤いいけど難しいんだよ。そのラップで一個一個止めてかないといけないの。ここをクリクリってやってクリップで止めてラップで巻いてって。ピカチュウみたい。自分でやるよ。ハートありがとう。アイテムありがとう。サンキュー。コキンちゃんサンキュー。毎回自分だね。昔から美容室で染めたことってほとんどないな。高いんだもんだって美容師さん染めんの。レゲエの色って何？緑とか、うん、こんばんは、これ前回の赤、自分で染めたやつだよ。ああ、頭いいね。ぴょんぴょんぴょんって出してか。あ、それ頭いいな。へえ。じゃあ太ももマッサージして揉んで張ってるでしょ、うん、すごい張ってるでしょ。でもね、筋肉痛ならなくなった。あんだけ走ってんのにすごくない？すごい。太ももいいよ。パッツンパツンだよ太もも。最近なんかね、寝る前に格闘技の動画見まくってんだけど、ドンフライの試合ばっかり見てる。ドンフライめちゃめちゃかっこよくない？あんな試合やってみたいよな。あ、走るのいいんじゃないの？結構5キロ走るのきついよ。まあでも5キロはいいと思う。1時間も走ってんの？これは今5キロだね。いや、ドンフライかっこいいね。パッキャオ。いや、地味なトレーニングが一番辛くて、でも試合で効果を発揮するのは地味なトレーニングだよ。首鍛えたりとか腹筋鍛えたりとか反復横跳びとか走るとか、ほんとつまんないかんね。あのね、ボクシングのミット打ちとかみんな面白いじゃん。スパーリングとかあれね、遊びなんだよ、簡単に言うと。やってる本人もめちゃくちゃ楽しいのよ。
なんつうの、だけどさ、野球とかサッカーとかのそうだけど、走り込みが一番重要じゃん。ぶっちゃけ走ってても何にも面白くないじゃん、腹筋トレーニングしても。そんなもんだよね、スポーツって。ゲームは面白いんだけど、地味なトレーニングはつまらないよ。でも強くなる。どんくらいいるのよ、どれさんじゃん。でも男の人ってああいうゴリゴリのマッチョ好きじゃなくない？嫌いな人多くない？なんかボクサー体型の細いスポーティーなサッカー選手とかみたいな体が好きな人多いと思うけど。ありがとう。うん。いやどうだろうな。現時点で俺がドレさんに勝つ要因が見当たらないかな。冷静に考えて。どうやったら勝てるかな。万が一あるとしたらどうやって戦うだろう。対ドレさんだったら。ボクシングルール。あのね、回転がめちゃめちゃ速いの、ドレさんって。コンビネーションと回転が速い。で、唯一あるとしたらガードが低いぐらいなんだけど、あのガードの低さって、その身長が高いから前提なのよ。引き気味に構えるって。だからね、結構理にかなった構えなんだよな、あれ。どうやってやるかな。ボディは鉄板で硬いでしょ。どんだけ打っても多分、短いラウンドじゃ無理でしょ。もうだから宮城さんの戦法正しかったと思うよ。いや、焼けっぱちで突っ込んでいったオーバーハンドブローでワンチャン狙うっていう。宮城さんと同じこと考えちゃうもん。いや、俺何回も手合わせしてるから実際の強さわかるから。だから宮城さんの戦法は正しかったと思う。もうワンチャン1か8かにかけて突っ込んでいってオーバーハンドブロー、それしか考えられないかな。焼けっぱちの一発。回転めちゃめちゃ速いからな。かも後ろからバットで殴るとか。もう試合外のことで勝つしかないね。まともに格闘技で勝てる気がしないかな。剣道は似てると思う、ボクシングは。すごくいい着眼点だね。あの剣道の間合いの取り方とかステップワークとかすごい似てると思う。いや、武器使うしかないでしょ。あー、剣道は似てるだろうね。あと、そのカズさんに教えてもらったボクサーは点で打つっていうのがすごい勉強になって、俺ら素人の格闘技アマチュアとかってみんな線で打とうとするの。パンチの軌道こう押すイメージで打ってるのね。でもプロボクサーとかあのクラスになるとこの点で打つの。だからこういう感じで打つ。ここで打つっていう、伸びきる瞬間がここだって決めて打ってんの。だから俺らグッて押し込むイメージじゃん、強いパンチって。これやらないの。チョンチョンチョンって打ってくの。パン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 みたいな。もうここって決めてんの。あれがすごかった。だから、その、なんつうのかな、スピード重視で、トントンってこう抜けてく感じ。パンパンって。その、意識を刈り取るみたいなパンチなんだよね。おお、今、倒れてるみたいな。あれはね、膝蹴りが効くんじゃなくて、身長が低いから、身長高い人が膝蹴り入れやすいんだよね。あと、宮城さん、前にかがみながら、前にかがむ癖があるから、あれはもう、キックだったら膝蹴りだよ。あのね、パンチを引くのが大事っていうのは、理論の話で、ガード。ここに戻すため。なんでここに構えてるかっていうと、顎守ってんの。俺はこういう構えなんだけど、
あ、極端な話、ここいくら殴られても効かないの。顎を守って、顎を打たれるのが一番やばいの。あとテンプル。こう、こう、すぐガードできるように。だから、こう伸ばしてる時って開くじゃん。この戻す瞬間を短くするっていうのはガードに戻すってこと。で、打たれないように動く。体を振る。あとはステップね。キュッ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 って。だからボクシングの人いてやたらさ、シューズのキュッ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 って音がずっとしてるでしょ。あれは、これも、これはドルさんに教わったんだけど、ボクサーが反射神経いいと思ってるでしょ、みんな。パンチを見て避けてると思ってるでしょ。それもあるんだけど、そこじゃなくて、こうやって止まってるから打たれるの。じゃなくて、こうやってずっと動いてこないよ。その、銃とかで撃つときもさ、的が止まってたら撃てるじゃん。だけど、ずっと動いてったら当たらないでしょ。だから確率を減らすためにずっとこうやってやってんの。そう、撃たれる確率を減らしてこうやってんのよ。で、ガードを上げるっていう。そう。だからずっとボクサーこうやって動いてんの。顎狙いづらいでしょ。そう、確率を減らすために動け動け、足使え足使えっていうのはそういうこと。的を散らすっていう。うん。そんな感じかな。当たらないように動くっていう。だからボクサーがすごいのってずっと動いてることなの。ずっと動いてる。すごいよ。3分間こうずっと動いてんだよ。そう、フットワーク。そう、もちろんその中で動体視力も鍛えるよ。うん。首はまだ鍛えてない。まずは腹筋と足腰。首は鍛えるのは打たれた時にダメージが残らないようにだね。だから最終的な腹筋鍛えるのでしょ。最後に当たった時に防御力上げるっていう。首も鍛えた方がいいんだけどね。でもね、みやびと俺の試合はね、もうお互い同じファイトスタイルだから、いや、フットワークがない、もう、要は、前に出て打ち合うスタイルでしょ。バッチバチの殴り合いじゃないの。本当に。多分、テルはフットワーク早かったじゃん。いや、打ったら逃げて、打ったら逃げてっていう、俊敏な速さじゃん。避けるのも上手いみたいな。で、直樹兄さんはオーソドックスっていう、その、身長高くてパンパンって打って、攻めるとき攻める、引くときは引くっていうスタイルじゃん。ボクサータイプの。でも、みやびさんと俺、インファイターだから、もう、だってお互い足使えないから、前に出て、ドンって、用意、ドンってやると思うよ。様子見なし。様子見あるよ。もちろん。お互いどのタイミングで入る。多分なんだけど、でも、用意どんで来ると思う。向こうは 100% それしかないのよ。なんでかっていうと、スタミナが俺の方があるから。向こうは短期決戦で1ラウンドで、もう、しょっぱなゴング鳴った瞬間、2分で仕留めに来るはずだから、俺がどうするかだね。俺がそこに乗っかって用意どんで、要は、もう、短期決戦に持っていくのか、短期間多分もう1分持たないと思うの、2人とも。か、俺が足使って相手のスタミナ削って避けて避けて避けてっつって相手がへばったところに行くかっていう。こっち側に選択権はあると思う。スタミナは絶対俺の方が年齢的にも走ってるのもあるから、絶対あるから。だから俺がカードが多い感じだね。だから向こうはもう出るしかない。うん。向こうが出るしかないね。で、多分なんだけど、ボディ狙ってくんの。カズンさんは、スタミナないの分かってるから、ボディで締めようとしてんのよ。指導を見てたら。だから腹筋やってんの。
要は向こうの弱点減らしてんの。多分相当不安だと思うよ。腹筋鍛えるなよって思ってるはず、向こうは。俺も分かってんの、カズさん、俺の弱点も分かってるから。まあカズさんこう教えるだろうなっていうのはビタビタに合ってたから、だからドレさんも腹筋やれって、もうだから対策打ってんだよね。半年前からもう勝負始まってんのよ。まあ多分面白い試合になると思うよ。どうなるのか。多分今のまま腹筋続けたら2分で仕留められることはないから、だから顔面にクリーンヒットだからのどうやるかだよね。でもコンビネーション良くなってんだよな、向こうね。そこだよな。もともとキックボクシングだけどパンチ系の人だから、まあまあまあ、ありがとう花火匿名さん、ありがとうございます。ドンチキー、ありがとうございます。頑張ります。ありがとう花火、花火やありがとうございます。おっしゃ、ありがとう。あ、今放送してんだ、ニンニン。ふわっちふわっちでニンニンやってるって。どこある、見せて見せて。どこでやってんだ。ニンニンで検索しないと多分早いよ、そっちの方が。体重は向こうの方が重たいけど、俺は全然75キロまで上げられるけど、俺は絞る、ライトニングさん。要は最高のパフォーマンスでキレッキレの動きでやりたいから。さすがに直樹兄さんとかもう80キロ台だったから、もう上げないとダメだったから無理やり太ったけど、今絞ってるね。トップスピードで動けるようにしてる。何いる？あ、いたいた。何配信？大丈夫か？体重は向こうは絞ってこないだろうね。でもね、パンチ力では負ける気がしない。実はカズーンさんにもドレさんにも原田さんにもプロにパンチ重いってお墨付きはもらってんの。意外でしょ、ヘッポコパンチだと思ってるでしょ。俺パンチ力はあるの、昔から。そう、でも宮城さんもパンチはある。だからはっきり言って一発クリーンヒットもらったら多分立てないと思う、二人とも。だからガードがすごい重要だと思ってんの。だからね、もう用意どんで殴り合いになって一発勝負になるか、俺はやらないけどね、付き合わないけど。付き合わないけど、殴り合いはするけど、もう全然ガードブロッキング全部、ダッキング全部使うけど、ウィービングダッキング、ステップワーク全部使って、当てさせない。かつ、こっちのパンチでボーンっていこうと思うよ。付きあらば。でも序盤攻められても絶対付き合わない。フットワーク取り入れようかなとか思ってんだけどね。今だったらまだフットワーク覚えられるから。特にね、軸足の回転ができてないから前回負けたんだよね。要は横取られちゃったんだよ。横からのフックで倒れたから、あれうまかったね。いや、直線的すぎるんだよね、俺の動きが。コマ運動の回転でグッてグッて追いかけられるようになるとすごく強くなるから、ピポットって言うんだけど、そうそうそう、ガードと避けんのはまあこっちの方が 100% うまい。多分宮城さん避けんの下手だからパンパン入ると思うよ。では達彦出んのかな、大丈夫か。達彦放送やってんのか、最近。
まあまあ見返すとかはないけど、やっぱ応援してくれてる人にね、応援してよかったって言わせるよ。うん、2回ねリスナーに嫌な思いさせちゃったから、うん、もう最後だからさ。そうそう、サークルステップトレーニング、そうそうそう、本当にそう、あれあれあれ、まさにあれ。今瞬発力上げながら基礎体力上げるって、あの地獄のトレーニングね。ただね、俺ねサークルステップのトレーニング知らないから、一回ドルさんのコーチでやってもらおうと思ってる。教えてもらって家でやろうと思ってるね。サークル地獄だって言うよね。あの総合格闘家がよくやるよね。体格いいね、筋力は向こうの方があるね。ずっと鍛えてるから。ただ太もも今すごいことになってる。太もも見る？パンパンだよ俺の太もも。もう足は絶対負けないね。ムッチムチだから。これ映ってる？のんちゃん、ん？俺の太もも、うん、見て見て、映ってる？映ってる。すっごい仕上がってるよ。ほら、ま、ムキムキ。パンパンだから、もう全然脂肪ないよ。もうパンパン、すごいでしょ。いい太ももしょ。ムキムキだ。むっちほらほら、カチカチ。こう触ってごらん。カチカチ。超でかい。もう収まんないもん。もう走り込んでるから。馬みたいだろ。もう相当鍛えてるよ。ほら。いいでしょう。パンパンだよ。脂肪一切ない。いいでしょう。いやもう走ってる。1ヶ月走ってるから、この土台はいい感じよ。もう筋肉痛5キロ走ってもならないもん。ならない、全く。プリップリだから今、うん、いやビビると思うよ多分会場で。あんちゃんのウエストよりは全然あれだけど、走ってるトレーニングの成果が出てきてるよ。ケツもプリッケツだから。まだね、お腹周りがだらしないけど、仕上がってますよ。やっぱ練習の成果、体重計持ってないから分かんないけど、多分69ぐらいまで落ちたね。あと4キロかな。多分69だと思う、体感は。70キロ台にはないね。巻き場をね。いい足、太ももすごいよ。硬い三頭筋もしっかり鍛えられてる。いい感じだよ。筋肉ムッキムキ。またあの太陽出てきたら走るけどね。今日も21日目のトレーニング、もう30分切るもんね余裕でね。昨日28分40秒かな。もう28分台全然出るもんな。元も分かんない、配信者になったのかな、定期係だけど。いやベストウェイトが多分65キロでいいと思う。65でさっさ、うん、要は脂肪を削ぎ落とせばいいから、スピードが上がればいいから。ついた。それ見ると食べたくなっちゃうんだよ。こんなパン。こっちがデブのもの。好きだよねそれ。のんちゃんのデブの。100円で売ってるやつ。そう。本数どんどん減ってくやつ。そう。
ップになっちゃった。ステップで相手封じるの？あ、ステップワークは全然だから普通のボクサーだったら教わること。で、足がないファイターのことをベタ足ファイターっていうの。ステップワークができない人。うわー、禁断のケーキありがとう。何これ、これ限定チョコケーキ。ありがとう。なんだろうこれ。うわー、すげえ高いやつじゃない、うん、ありがとう。何これ、ありがとう、チョコケーキありがとう。ステップで本当は避けるのが一番いいの。あのスウェーバックとかこう後ろ向いて避けるのって体重後ろにかけるから追い打ちでやられるのね。パンってバランス崩れるから、だから足でポンポンポンって避けるのが綺麗、本来の避け方、ステップワークで。ありがとうございます。本当は足で避ける距離を、うん、足で詰める、うん、それはボクシングで必ず教わるよ。俺がジムで去年教わったのなんて言うんだろう、足運びが一番重要だよ。それじゃないやつ、ステップで相手封じる、なんだろう、もうそれは分かんないな、なんだろう、ステップで相手を封じる、基礎的なステップワークじゃなくてってこと、どういうことだろう。実質値上げ、まあ企業が、日本企業よくやってるやつだよね。ポテトチップスも今60、うわー、ありがとう、ありがとう、手紙ありがとうございます、ありがとう、ありがたく頂戴します、ありがとね。多分まあ素人のパンチとかだったら30秒ぐらい避け続けることぐらいできると思うよ。全くボクシングやってない人だったら30分間当てないっていうのはできるね今。やってる人だったら無理だろうけど、相手が前にしてる膝を自分のももの間に挟んで耳裏をぶん殴る。相手が前にしてる膝を自分の股の間に挟んで耳の裏を、アンダージーイヤー、わかん、ちょっとイメージつかないな。どうなんだろう、 どういうことだ、ちょっとわかんないな、それは。膝は自分の股の間に挟んで耳の裏を、うん、普通にそれステップインの、あのフックじゃないの？ステップインして超接近してコンパクトフック、ショートフックでストンって落とすって技じゃないの？右足が前、そうだね。うん、でもサウスポーじゃないよ、左足と左足だぜ。前に出てるのは左足と左足になるよってことは、組み替えないといけなくない？こっち側がサウスポーにあのスイッチしないといけないから、かなり高度なテクニックだと思うよ。もうほんとそれプロの相当センスあるステップワークできる人とかだから、あんまり実践的ではないかな、あの今からその覚えるには。その世界取るような技術だと思うよそれ。スイッチしてステップインしてショートフックでしょ。無理だろ、そんなの。そんな高等技術あるなら勝てるだろ。サウスポーはジャブが右だから足も右。まあまあそうだね。でも普通は交差するんだぜ。普通？いや、超高等技術だと思うよ、それ。
結構レベル高い技術だよ。上級な技よ、それは。簡単にはできないよ。左足前だから進むと相手の、いやだからそれは相手がサウスポーの前提じゃん。オーソだから左足前でしょ。ってことはこっちがスイッチしないといけないの。足を組み替えるの。そのスイッチの技術ってすごく難しいのね。実戦でやるのって。要はその、なんつうんだろう。オーソってさ、左手が前でずっと練習するから、スイッチヒッターって世界的にも珍しいの。右足を前にジャブって打てなくなるのよ。ボクサーってスイッチしないでしょ、ほとんど。だからまあ、超高等技術。多分ね、総合格闘技とかそういう世界の人が使う技術だと思うよ。スイッチは、ボクサーでもほとんどやらない。スイッチファイターはほんと珍しいの。世界でも、スイッチで世界取った人って誰かいる？よっぽど珍しいよ。多分ね、総合の技なんだと思う。総合の人はスイッチするから、要はダメージが蓄積したら、かばうから、スイッチして。多分総合でしょ、アキエ。ボクシングじゃないでしょ。スイッチしなくてできるんだったら、相手の右ブローに入ってくんだよ。相手の右ブローに入ってくんだよ。だって左足が前なんだよ。スイッチしなくて左、右に回るんだよ。それって相手のパンチにめがけて飛んでくんだよ。セオリー通りじゃねえだろ。タイソンは左回りだわ。タイソンは思いっきり左からの左ボディから入ってくんだから。めちゃくちゃだよ、本当に。右にステップインなんかしてないよ、タイソンは。ああ、まあ、相手がサウスポーだったら、あり得るよ。相手がサウスだったらあり得るよ。ただ、オーソでは考えられないかな。イメージはつかない、ちょっと。相手がサウスだったらわかる。相手がサウスだった場合はわかるよ。だけど、みやび戦の場合はオーソだよ。左前だよ。え、タイソンのやつ左前でやってんの？ちょっと意味がわからんかな。てかタイソンがやってるレベルを俺に求められても困るぜ。無理だぜ、そんなの。タイソンってパウンド4パウンドだっけ？全階級最強って言われてんだよ。ちょっとイメージはついてないかな、俺自身は。タイソンは左前だね。タイソンはオーソドックスだから左前だね。そう。タイソンは左前だよ。ジャブ左だから。合ってる。タイソンはオーソだね。
首ストレートを出した後に右足を跳ねて半分前に出す。右足を跳ねて半分前、スイッチでしょ。だからそれをスイッチ、それが高等技術だっつってんだよ。それがだからまあワンツーでパンパンでそのままスイッチして相手に右に入ってってとかでしょ、ショートフックってことでしょ。それを簡単に言うけど、そんなのめちゃ、それはスイッチだって。それスイッチなんだって。それめちゃめちゃ高等技術だっつうの。だから打ち終わった後に腰の回転切った時に右足にスイッチしてるんだって。腰を切ってそのまま右足揃えて右からのショートフックってことでしょ。いやもうやるわ、めんどくせえな。だからワンツーでこう入ってこうってことでしょ。だから空手とかだったらできるの。空手はそれやるから。ワンツーでスリーフォーってことでしょ。いくよ。ワンジャブ打ってツー切ってスリーでダックしてフォーってことでしょ。ワンツースリーフォーでしょ。そういうことでしょ。違うの？違うの？どういうこと？その3がスイッチに当たるんだよ。いや文章だと分かんないって。空手はこれをよくやるんだけど、そのまま左足が前たらスイッチちゃう？URL は貼れない、うちの枠は。URL は貼れないけど、俺には分かるから、ちょっと一回貼ってみて、じゃあ。URL 貼ってみて、じゃあ。今、携帯配信だから俺も見れないと思うけど、多分。スイッチは触るこ、サウスポーに変わること。じゃないと、でも、サウスの時の股に足を挟むっていう原理にはならないよ。それただステップインのショートフックだよ。アンダージーヤー狙ってるショートフックだよ。それは普通にあるよ。左にステップインして右のオーバーハンドは全然あるよ。ただ前に出てる足を股に挟むっていう概念があったな。それ逆側に入るってことだから、それは考えられないけどね。それはただのインファイトだから、俺らはしっかり教わってることだよ。左に入って右のオーバーハンドとか全然やるよ。全然やる、全然やる。あ、コピペできないな、URL。動画貼ってもダメだわ、アキエ。ダメ。今、見れる環境じゃない。それさ、DM かなんかで送っといてよ。後で見てみるから。DM で、ここの動画の何分何秒って。さっきのでいいんだけど、その時に相手の足が股に入ってる。スイッチしたら相手に股入れられるよ。スイッチした場合ね。ただ、大祖の場合で、左足を組み替えないで右に入って右ブローっていうのはセオリーではない。右に入ったら左ブローで仕留めるはずだから。ツイッターブロックしてる？あ、じゃあ解除するよ。ちょっと待って。知らないよ。ブロックしてるかどうか。ちょっと待って。ブロックリストどこだ？空き家で合ってる？スイッチではないのね。スイッチじゃなくて、相手の股に入るか分かんねえけどな。ブロックはどこだ？セキュリティ。ブロックしたアカウント。ツイッターのアカウント名教えて。ツイッターのアカウント名。どれだ？ツイッターのアカウント名どれだ？どれ？ビオ、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 これか。ビオイコール生命？解除した。
うん、はいはい。ドラクエのアプリ5周年イベントやってますが、始めるなら今ですか？あれか、あのモンスターズの方でしょ。最初にやってたけど、俺は星のドラゴンクエストの方が好き。こっちの方だと思うよ多分。ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト、こっちの方でしょ。これはもう起動してない。初日からアップロードしてるけど、俺は星のドラゴンクエストの方が好きだね。まあ、始めたい時に始めて、やめたい時にやめんのがいいと思うけど。寝た、のんちゃん。来たか。マークステップ。今動画来たから見てみるわ。マイク・タイソン。何分だこれの。いや、この動画めちゃめちゃ見てるよ俺。この動画何回も見てるのよ俺は。ボン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 、右左、バン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 。何秒のところって書いて、6分のうちのどこ。5分、この動画何回も見てるよ。5分16秒。5分から見るか。5分16秒。ミッドのところ、だからインファイトのやつでしょ。からか。左ジャブ打ってアッパー。いや、これ体勢崩れてるだけだけど。あー、これね。あー、うんうん、これね。これはあのね、アキエ超高等技術だけど、これね。いやいや、これだと思ったんだけど、これ超高等技術、超高等技術。あのね、いや、動画で見るの簡単なんだけど、こんなの無理よ。いやいや、これは、できるなら最高だよ。追い打ちの右ストレートね。いや、だからステップインして右に入るでしょ？でも、これほら、これ見てごらんよ。相手サウスで構えてるじゃん。これサウス対策の時の、これは違う。明恵が間違って解釈してる。これは左足前に出てるから、ありえない。できるよ。できるけど、これをやるんだったら、オーソの場合は、やっぱ左に入るの。これはドレさんも同じこと言うって。ボクサーでも同じこと言う、カズさんでも。これは相手がサウスの時のミッド対策してんの。ミッドの位置見てごらんよ。なんでかというと、リバーブローを打った方がいいんだから、それだったら。右には入らない。相手がサウスだから、要は、遠く避けるのと連動してるの。これは明恵間違えてる。これ左、ミッド持つのが相手が左前に出てるでしょ？これはオーソの場合逆に動くの。これはサウス対策の場合。あ、そうだ。ごめん、間違えた。ちょっと待って。確かに。ちょっと待って、ごめん、俺が間違えてる今。そうだ、オーソだ。ごめん。オーソで右に前に出て、アッパー、左にステップイン。右にステップイン。いや、こんなの無理だって。いやいやいや。
あのね、これはタイソンだからできるんだって。これをね、いや、左サブ。いや、これはね、だって、いや、わかるよ。これ、いや、これできるんだったら世界取れるよ、こんなの。いや、わかるよ。これが素晴らしいブローだし。ただ、この技術が、素人ができるような技術じゃないって、ボディで勝ち上げて、右ストレートの後、いや、だからこれがフットワークでしょ。いやいや、これが、だから言うのは簡単なんだって。こんなんできるんだったら誰にも負けないよ。すげえ技術だな、タイソン。足持ってくるだけ。いや、もう分かってないって、この凄さが分かんねえんだから。いや、これはすごいよ。超高等技術だよ。いや、だけど、これができるんだったら、むしろ、誰にでも勝てるだろう。こんなもん。超接近戦のインファイトね。だから、追い打ちのブローでしょ？やれるって言って、じゃあミット持ってくれよ。そこまで言うんだったら。個人の練習でこんなんできないんだから。ミット持ってこいよ。ね、やろうと思えばできるよ。その練習を積み重ねたら。ただ言うのは簡単だ。ミット持ってくれよ、じゃあ。いや、これえぐいぜ。だってステップで相手のこの辺に立ってるんだよ。こっからパンチ飛んでくんだよ。あんなん避けられるわけない。まあタイソンがフィニッシュブローでよく使うやつだよな。えぐ。いや、違う。わかるよ。技術としてはっていうのはわかるけど、ハートが強くないとダメだよ、こんなの。ハートの凄さがないと。要は、あの距離であそこに入るっていうのの、ハートよ。すごい、無茶なことやってんだぜ。いや、だから相手がパン攻撃してこないんだったらできるよ。ただ、あの距離ってもう、どんな怖い距離かよ。なんならじゃあ、アキエがそれをやって配信外で、アキエがその技やった時、俺がカウンター取るよ。うん。ですか、もういい加減にしろよ、おめえ、この野郎。彼よ。何がジャッキーチェンだ、お前。もうね、話にならないって、もうやめようよ、そういうの。もういいんだって、もう、わかったよ。好きな、あのね、好きな、もう、お前らが好きなやつ、好きな、ね、格闘スタイルを俺に押し付けてくんだよ。ジャッキーチェンとかも話になるんだよ。酒飲んでいけっつうの。水拳めちゃくちゃだよ、マジで、本当に。ジャッキーとか胸が熱いじゃないよ、モイスト、本当に。もうね、本当ね、命かけてやってんだからね。まあね、まあ、アキエが言わんとしてることはわかる。あそこに飛び込めよっていうのは、正しいは正しいね。みやびくん、あの距離になったら何もできないから。ええ、もういいよ、スネオも。好きな格闘家の名前書けって言ってねえから。そもそもジャッキーチェン格闘家じゃないから。もうやだ、うちのリスナー、ほんとに。もう勘弁してよ。
何時だ、2時半か。まあでも理論的には正しいね。あのパンチが打てるんだったら負けないよ。理論的には正しいよ。インファイトでやるには、インの中で、要はね、初めの一歩に出てくんの、その描写って。まあやらせだろうね、テレビだからね。あの、要はここに相手が立ってる時にこうやって並ぶわけじゃん。要は秋が言ってんの、こう入れって。こういうステップワークなの、こういう。でもこっからここに行けっていう話をしてんの、アキエは。こう並んだ時にパンパンってワンツーワンツーって、こうワンツースリーで入れって言ってんの。そっからフォーで落とせっていう。ステップはスイッチしなくていいから、こっちに回り込めっていう。まあこっちでもいいんだけど、俺はこっちに回った方がいいと思うけどね、セオリー通り。そうだけど、セオリーじゃない。でもね、なんでかっていうと、相手は本来は左に回るの、オーソだから。だからこうなるだけなんだよ、わかる？こうなっちゃう。だから相手がこうなった時にこうやるっていうのがいいんだけど、うん、あ、まあまあテレビはやらせっていうかね、その、まあ、番組作ってるからわかるけど、あの、やらせがなかったらつまらんぞ。もうね、テレビはやらせだよじゃなくて、やらせをどう楽しむかだから。それやらせなかったら脚本家いなくていいってことでしょ。じゃあ構成作家、ジャッキーはガチじゃないよ、もういい加減にしなさいよ。ジャッキーチェーンはガチじゃない、映画だから。ガチガチ台本だから、ガッチガチの台本だから。時計回りだから右に回るじゃん。こっちから見て相手は左に回るわけだから、右に移動するじゃん。だからこっちが右に行くとぶつかるんだって。だから相手が棒立ちの状況を作ってとか、水拳の花、もうめんどくせえこいつら、もういいわ。あ、アイテムください、30分に1回こじらせてください。あの、お気持ちアイテムいただけると嬉しいです。ちょっと先月やばかったんで、今月皆さんお気持ちアイテムください。まあまあぶつかっていいっていう判断なんだろうけど、まあ、セオリーではないよ、セオリーではない。まあ試合で見せたら相当かっこいいけどね。風船ありがとう。ちょっと先月もうひどかったんで、配信歴3年間か、飯食えるようになったから、ふわっち来てからワースト記録叩き出したんで、ちょっとやばいっす、このままいったら。皆さん力貸してください。お願いします。バナーありがとう。サンキュー。30分に1回こじりタイム作ることになったから。ありがとう、アイテム。おー、ありがとう、ストロベリー。ボーナスポイントありがとう。スネオさんありがとう。特命さんありがとう。ありがとう。助かります。ありがとうございます。やっぱね、1日1万は稼がないと生活の基盤が崩れるからね。生活の基盤が。1日1万円は稼がんとな。まあ格闘技は難しいよな、駆け引きだからな、本当に騙し合いだもんね、本当に。じゃあリバーブローでね、ボディで倒したいんだよね、逆に。あのさ、パンチで倒すの、あの、いいじゃん、こうパーンってストーンってぶっ倒れて立てなくなる、かっこいいんだけど、俺が好きなのはボディで倒すとさ、うーっつって苦しんでのたうち回って、立て立てって言ってんのに立てない、心が折れる、あれじゃん、
わかる？クロート好みなんだけど、ボディ嫌がって、ボディ嫌がって、ぐーっつってゆっくり倒れてくのが好きなの。かっこ悪いじゃん、ボディで倒れんの。お前そこは根性出せよみたいな空気で惨めに倒したいの。え、ボディで倒れんのマジかっこ悪くない？なんかさ、うん、マジかよこいつボディで倒れやがったよみたいなさ、ガン萎えするじゃん。まあさ、KO とかでさ、パーンって倒れたらさ、まあまあしょうがないよみたいな、あるじゃん。フォローしやすいじゃん。ボディで倒れたらフォローできないよ、相手側のセコンド。え、お前ボディでやられたの？みたいな。それはあるよね。リバーブローガチンぶち上げて、うーっつってそれいいなとか思って。そう、ボディはワンチャン狙うからね、俺。みぞおじ、ストマックとリバーは狙うよ。みやびがのた打ち回ってるところから見たいじゃん。あとはアッパーは結構入りやすいんじゃないかと思って、アッパー磨いてるね。アッパーとスマッシュ、うん、スマッシュでも決めたいかな。突っ込んでくる、間違いなく突っ込んでくる。だからそれ用に言ってるんだよ、アキエは。だからアキエのその判断は正しいんだよ。いや、ステップワークでインファイトで中で回っちゃえよって言ってるの。突っ込んでくるの前提だから、で追いかけなくていいでしょって。お前が右斜めに入って45度入って、そっから追い打ちでストレートで入れろっていう判断は、まあまあ正しいっちゃ正しいよね、うん。そうなんだよ、グローブが16オンスだから、それはあるんだよね。それはある。うん、いや正しいと思うよ。あのインはできるならの話ね。ただ言っとくけど、レベルは高いから。練習つスパーリングパートナーだよな。スパーリングパートナーが欲しい、本当に。いや、立ってくれてるだけでいいんだよ。立ってるだけでいい。っていうかね、突っ込んでくるしかないんだよ。いやいや、ゲームじゃないから。波動拳のコマンドだから、それ。波動拳だから、それ。いやでももう駆け引き始まってるなって思うよ。てか、あのね、俺の予想言っていい？これ。みやび多分練習してないよ。東京来て生きって、カズさんに教えてもらうけど、絶対走ってないよ。酒飲んで、もうあぐらかいてるよ。絶対そうだよね。配信者って自己顕示欲強いから、トレーニングしてたら絶対ツイートとか配信で見せるはずなの。俺やってますアピール絶対する生き物だから、いや、もうね、それドレさんとよく話してたの。みやびは絶対サボるって。だから、その間に走れって。そう。もう絶対に東京来た時だけ生きって練習してって。直樹兄さんはだから、やってたじゃん。直樹兄さんは隠すタイプ。直樹兄さん過疎だから。直樹兄さんはだから売れない。隠しちゃうから。でもみやびのタイプは絶対晒すから。絶対アピールタイプだから、わかりやすい。うん。練習してたらツイートするし、配信回すよ、あいつは。かけて努力できないよ。
ナオキ兄さんはかけてコツコツやるタイプだけど、でも酒飲んでむくんでるじゃん、ブクブク太ってるじゃん、顔見たらわかるもん、絶対やってない、あれは絶対走ってない、最初2キロ走って終わりだよ、2キロ走ってただけ、2キロ走ったぐらいでどうやってんじゃねえよクソは。おじいちゃんだから言い訳なんか通用しないよ、だったらおじいちゃんらしくなあ引っ込んでろよっていう、関係ねえよ年齢なんか、まあ年齢言い訳にするだろうな、負けたらな、させねえよ、もう本当にとどめ刺そうと思ってるから、もうこのまま綺麗に引退させてやるから、だってもうやめるって言ってんでしょ、いいじゃん、負ける気なんかさらさらねえよこっちは、いやもう俺はもう本当にかけてるからね、ステゴロ3今まで余裕ぶっこいてたけど、そろそろオワコン化が止まんないから、ドラゴンフィニッシュブロー、あれでも結構いいパンツだよ、ボディボディボディからのオーバーハンド、マシバ対策ね、あれは全然いいパンツだよ、っていうか木村の回泣けるよね、あとこれぽっちの根性が俺にはなかったっていうシーンすげえ好きだわ、たったこれぽっちのって言って小川で泣くシーン、あれいいよね、最高にかっこいい、 あれはベストバウトでしょ、木村のピークだよね、マシバ対木村、ハンマーナオ、ハンマーナオいいでしょ、めちゃめちゃいいでしょ、日本タイトルまで上り詰めたんだぜ、ハンマーナオは、なんだろう一番好きなのなんだろうな、やっぱ仙道 VS 一本も良かったね、ガラパルーザ、あとまあ高村戦、リカルド・マルチネスあれチートだよね、強すぎるよねリカルド・マルチネスは意味が分かんないよだって日本チャンプがジャブだけで完封されるんだよ、意味が分かんないでしょ、デンプシーロールをジャブだけで封じるんだよ、スパスパスパ1ラウンドで終わったかな、そんなバカなっていうまあ左を制する者は世界を制すだよね、なんだっけ真田か真田、いややらないでしょ、医者やってるやつがあんなことやらないでしょ、ボクシングなんか絶対頭ぶっ壊れんの分かってんだから、はじめの一歩なんであんなクソ漫画になっちゃったんだろう、もうなんかやる気がなさすぎて面白いよね、はじめの一本作者。なんだっけ森田さんだっけ一歩がパンチドランカーとかもうほんと笑い笑い。なんで王道青春ボクシング漫画なのに、主人公がパンチドランカーで壊れるとか。もうわけわかんねえぞ。いや、あれはギャグだよね、もう。もう書く気がないんだろうなっていう、伝わってくるもん、やる気がないっていう、いや初めの一歩ちょっともうなんか開き直りすぎてて面白いよね、メルカリに一本全巻セットが大量に出品されてつらいねえ、面白かったのにね、途中までね、めっちゃ好きな漫画だったのに、なんかもうどうでもいいやっていうのが伝わってくるんだよね、
伊達との約束どうだったんだよっつって。そりゃ宮田あんなんなるわな。ちょっと宮田がかわいそすぎるよね、いくらなんでも。なんかラブコメ路線とかになってるし、なんか高村の試合も微妙になって、なんか作画崩壊してるしね、なんか最近ね。なんかデンプシーロールの下りもさ、なんか足とかもおかしいしさ。ただパンチぶん回すだけのね、ぶっ壊れたファイターみたいになってるからね。もう収集つかなくなってるよね。っていうかもうさ、鴨川会長がさ選手壊しまくってるのが面白くてしょうがないみたいな、もう漫画になってるじゃん。会長が一歩のこと信じすぎてて、高村がずっといや一歩壊れてるからってずっと言う、あの下りの ルーティンがもう、あー北線も熱かったね。めちゃめちゃ暑かったよね。あの辺だよね、だからピークは。その前もちょっと好きだけど。一歩だって4回負けたんだっけ、もう。3回負けたんだっけ。経歴に傷つきすぎてるからな。デンプシーロールに頼りすぎなんだよ。あ、腕相撲の下りか。ああ。いや、ギャグはセンスいいよね、相変わらずね。ダンゴムシのバーガーとか面白いし。無理だね、ちょっとね。明日のジョー超えらんなそうだよね。それこそマイク・タイソンがさ、デンプシーの完成形なんだから、タイソンスタイルでやっていけばよかったのにね。最初の頃ガゼルパンチを教えてたりとかさ、なんだっけ、ダスカマトの路線で行こうとしてたじゃん。なんであんな無茶苦茶な必殺技みたいなさ、ことをやろうとしてたのか。タイソンのスタイル完成形で終わりでよかったのに。なんなんだろうね。リンドバーグさんね、そういうことやめた方がいいよ。ニンニのために良くないよ。ニンニがプレッシャーになるだけだし、リンドバーグさんやめた方がいいよ、それ。ニンニのためにならないよ。すげえ、良くないことやってるよ。ましてや、ね、身内みたいなもんなのに。やめな、それ。しかももう3回目でしょ。さすがに注意するわ。そう、すごい失礼なことやってんだよ、リンドバーグさん。それバー経営してる人に、別の店の客があそこのバーで飲み行こうよって言ってんだよ。絶対ご法度だからね。そんなんできんだよ、普通。それってニンニの、その客がそういうことやってるよってニンニに責任かぶるんだぜ。他の生主そんなことやらないよ。それやるの過疎生主だけだよ。どんどん売れなくなってくんだよ。やめな、そういうの。マナー違反だよ。ビラ配る場所間違えてるよ。
チャーシュー作りてえな。チャーシュー作る。和道クッキングやる。肉のハナマサで豚バラのブロックすげえでかいやつ売ってるから、チャーシュー作ろうかな。料理配信うまいよ。ニンニクたっぷり入れてチャーシュー作っちゃう。うまいに決まってるじゃん。チャーシューなんかのりこにうまいもん食わせたいよね。うまいよ。あれ、花マサ脂質は別に俺体に悪いと思ってないからな。糖質はあんま良くないけど、脂質は脂肪にならないからね。花まさに E4 だから買いに行く？チャーシュー作る？和道チャーシュー。リンドバーグいい加減にしろよ。お前ブロックするぞ。まだわかんねえの？さっきあんだけ忠告したのに。やめろよ、ほんとに。ゴミが。のんちゃん、久々に会ったらすげえ太ってるんだよね。お腹ポッコリになって帰ってきたんだけど。なってるよ。解読か。髪きれい、ありがとう。のんちゃんから怖い怖いって言われてる。アイテムありがとうね。サンキュー。アイテムが表示されないバグがひどいな。
似合う、ありがとう。のんちゃん、俺の髪の毛、これヤンキーだとかヤクザだとかずっと言ってる。怖い、怖いっつって、うん、のんちゃんは嫌いみたい、俺のこの髪の色。俺は結構好きなんだけどね、嫌みたいだね。わかんない、古いんでしょ多分のんちゃんの中では。のんちゃんほらおばさんだから、わかんない。腹痛い腹痛い腹痛い。あ、白髪になりたいかな、白髪に。ね、若返ったよね。俺もそう思う。乗り子受けは全くしてないね。いいじゃんいいじゃん、老けても。でもこれで白髪になったら、あの、なんだっけ、宮崎駿みたいになりそうじゃん。のんちゃんはね、今の髪がいいみたい。すやすや寝てる。チャーシュー作りに行くか。ちょうど明け方走って、で美味しいご飯食べるように。どう、今作っておけばちょうど明け方走り終わった時にご飯食べれるから良くない？作る？チャーシュー丼やろうか。俺もう起きたばっかりだから眠くないから。花正行こう、花正。よし、飯作ろう。のりこ置いてこね、走った後のご褒美、あのんちゃんも美味しいご飯食べさせたいし。たまには手作りね。あ、その前に日報書かないと。よいしょ、売り上げ。よいしょ。のんちゃんずーっと放送見てたよ今日。起きたらトム池の放送でコメント書いてた。いやもう10時間ぐらいずっと放送見てるんでしょ。放送大好きだからのんちゃん。トム池リスナーっていうか、もういろんなところ見てるね。なんかもうずーっと10時間ぐらい放送見てる。配信中毒だから彼女は。ツイキャスでやるか。ツイキャスでクッキング枠やろうか。キャス移動しよう。たりやりたいから。
ツイキャス移動前提で。キャスでやる。まったりの時はキャスでやった方がね、まったりしやすい。そうだ、ツイキャスのおすすめ規制。画面どこ行った？そうだね。タコ糸ってスーパーで売ってんのかな？タコ糸って売ってるかな？売ってる？スーパータコ糸。分かんねえか。店員さんに聞けって感じ。払いたい払いたい。腹筋いて。文具とかにあんの？タコ糸ってあれだよ。あの調理用のタコ糸だよ。文具なんだ。タコ糸ってそういう感じで使うんだ。知ら、いや、分かんなかった。一緒なのかな。文房具で使う？タコ糸とか。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ツイキャスの方に移動して、ツイキャスで料理枠やります。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。